将棋の藤井聡太七冠に佐々木大地七段が挑む王位戦の第4局2日目が佐賀県嬉野市で行われています。今期の王位戦七番勝負は藤井聡太七冠に佐々木大地七段が挑戦していて、これまでに藤井七冠が3連勝しています。第4局2日目は午前9時に藤井七冠の封じ手が開封され再開されました。藤井七冠はあと1勝で王位戦4連覇達成となります。一方、佐々木七段は初めてのタイトル獲得に向けて負けられない一戦となっています。対局は今日の夜までに勝敗が決まる見通しです。